こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。近年、日本領海内を中国元船が不審な活動を活発化させています。日本の対応を見ているんでしょうが、海底での対処法もまた中国側は見ていると考えられます。台芸、潜水艦が進水式を迎え、台芸型潜水艦の次は何が来るのか？まだまだ未知になるものが多くあります。そこで、今回は新魚雷について話していきます。現在の海上自衛隊は、総竜型潜水艦、東竜の就役を来年の2021年に控えているが、すでにこの次級となる SS-29、いわゆる3000トン型潜水艦も同時並行で建造中である。そして、さらに、この29SS を一番艦とする3000トン型潜水艦はそれだけに止まらず、30SS、31SS と3番艦までの建造。このところ、毎年1隻ずつ就役を迎えることが継続されている。1番艦の 29SS は命名されていないため、何型になるのか名称も注目されるが、2019年2月21日付の防衛計画の大綱及び中期防衛力整備計画についての資料中には異例な表記があった。それは 29SS を通常に就役させる潜水艦から試験潜水艦に種別の変更を実施する予定だと公表された点であり、これまでの試験潜水艦朝潮に代わってその任にあたることが明記されたものだ。試験潜水艦朝潮は1997年に就役した後、3年後の2000年に練習潜水艦へと種別が変更され、翌2001年に非対機依存推進であるスターリング機関搭載に向け船体を延伸する改修工事を施された。2003年には改修工事が完了。試験潜水艦朝潮は、スウェーデンコックムス製のスターリングエンジンをライセンス生産した機関を搭載し、以後の総竜型10番艦までの試験を担った。29SS をはじめとする3000トン型潜水艦は、総竜型11番艦、欧竜や12番艦、東竜の使用を基本的に踏襲した形となる見込みであり、外観を含め大幅な変更はない模様だ。このため、欧竜、東竜と比較した場合、基準排水量で50トン増の約3000トンとなり、機関もそれら同様に、リチウムイオン蓄電池、モーターとディーゼルエンジンの構成となる。このように、大枠では、新機軸が少ないように見える 29SS だが、試験潜水艦として、さらなる機関部の改良や、新型の魚雷などの並走。また、自立型無人潜水機 UUV との連携などが予想されている。ことに期待されるのは、欧竜、東竜で実現した。リチウムイオン蓄電池の高性能化だと考えられ、リチウムイオン電池も、全固体電池の一種であるが、さらなる小型化と高電圧化が期待される。安全性の面でも、潜水艦という軍事兵器にリチウムイオン蓄電池を
搭載できたことは画期的な世界初の試みだったが、さらに熱に強くかつほぼ交換が不要なメンテナンスフリーの蓄電池となる可能性も高い。リチウムイオン蓄電池への充電という部分では、29SS は新たな、シュノーケル発電装置を備えると目されており、大容量の、リチウムイオン蓄電池に対応した充電時間の短縮や、伸縮性も高めることを目指している。このあたりは、出力自体が低いため、水中航行の速度は低速ではあるが、可能ではあった非大気依存推進のスターリング機関を廃したことの是非が改めて問われることになるとも言えるだろう。 29SS には並走面では新型の18式魚雷の搭載が予定されており、これは従来よりも浅い水深にも対応した魚雷だが、さらに敵の探知、追尾、命中率を向上させたステルス性能を有する魚雷の開発も予想されている。現時点では、29SS の使用は定かではないが、外形を含め、横流、倒流を踏襲することから、同様に監視に6門の、魚雷発射管を備える形式で、垂直発射型の VLS などは搭載されないだろう。そうした意味での攻撃力、打撃力も、横流、倒流に準じるものとみられ、韓国やオーストラリア、またインドなどの通常動力型潜水艦とは、傭兵思想の異なる潜水艦と言えそうだ。韓国では、現政権が原子力推進型の潜水艦の建造を目指しているとも伝えられているが、未だドイツからの潜水艦技術の上で建造を実施した実績しかない国が、費用対効果の怪しい計画を掲げているとしか見えない。本来であれば、周囲を広い領海に囲まれた日本やオーストラリアこそ、連続航行距離や時間に秀でた原子力推進型の潜水艦を検討すべきなのかもしれないが、両国ともに政治的にもそれは難しい。また、原子力推進型は建造費も高額であり、何より退役後の処分にも手間と、コストがかかるため、予算不足にあえぐイギリスなどでは係留したまま放置するという由々しき事態も報告されている。日本としては、攻撃型潜水艦は領海防衛のようであるため、あえて原子力推進型を施行せず、これまで積み重ねてきた通常動力型のノウハウと技術を高める方が確実性は高いと思える。ただし、海上自衛隊の乗組員確保の問題は、今後ますます厳しくなることが予想されるため、一部で指摘されているように、潜水艦運航の省力化を進める以外、今ことの問題を収めることは難しいだろう。自立型無人潜水機 UUV の開発などと並行して、乗組員の省力化でも特筆に値する仕組みシステムが報じられることを、海上自衛隊のため日本のためにも切に望まずにはいられない。